森谷伊佐岡輝きは、岡山県倉敷市出身のプロ野球選手。宇藤右内。阪神タイガース所属。倉敷市立玉島南小学校4年時に、玉南少年野球に入団し野球を始め、小学校5年時には、中堅守として、岡山県大会での準優勝を経験した。倉敷市立黒崎中学校時代は、同校の軟式野球部に所属し、 当主に専念した。岡山県立倉敷工業高校への進学後、1年秋からベンチ入り、2年秋からエースとなった。在学中は春夏とも全国大会出場はなし。ホンダ鈴海へ入社。1年目から公式戦に登板したものの、2年目は故障や体調不良の影響で登板の機会がなかった。3年目は、 ジャバ東京スポニチ大会の対大阪合戦で公式戦初先発。都市対抗の東海地区予選では JR 東海との東海第4代表決定戦に6回、1死2塁から9円で登板すると、打者11人を完璧に抑えた末にチームを本戦出場に導いた。チームメイトには浜谷、広志大、土井広正がいた。2014年の NPB ドラフト会議で、 阪神タイガースから4巡目で指名。契約金5000万円、年俸840万円で入団。背番号は43。なお、指名後は日本選手権に出場。明治安田生命との初戦で5番手投手として9円投板するも逆転の敵自打を浴び、チームは初戦敗退となった。2015年には同期入団の横山優や江越大賀などともに、 フレッシュオールスターゲームのウエスタンリーグ選抜メンバーに選出されたが、天候不良による中止で、登板機会はなかった。同リーグ公式戦には15試合に登板。1勝3敗、防御率4.75という成績を残したが、一軍昇格に至らないままシーズンを終えた。2016年、オープン戦で高騰を見せ、 4月20日の対東京ヤクルトスワローズ戦に先発投手として初登板。5回途中1飛安打5失点という内容で敗戦投手となった後、9円で3試合に登板。また、2年連続でフレッシュオールスターゲームのウリーグ選抜に入り、7月14日の同ゲームで9回表に9円登板し、地元での外戦登板を果たした。2017年。 リーグ公式戦41試合に登板。2勝3敗、防御率4.94の成績を残した。その一方で一軍公式戦では1試合の登板にとどまった。シーズン終了後に台湾でも要されたウィンターリーグでは、故障で出場辞退したチームメイトの持月厚志氏に代わり、NPB ウエスタン選抜として出場した。二千十八年には、 ブリーグ公式戦でチームトップの39試合に登板。2勝2敗二セーブ、防御率3.35という成績で2軍の8年ぶりリーグ制覇、12年ぶり日本一に貢献したが、1軍公式戦では4試合の救援登板にとどまり、防御率が11.572まで達した。2019年、 前年に二軍監督を務めた矢野洋大の一軍監督就任に伴い、プロ入り後初めて沖縄儀の座での一軍春季キャンプに抜擢。キャンプ中の実戦当番やオープン戦を通して、高頭を続け、開幕一軍入りこそ逃したものの、中継ぎ要員として4月上旬に一軍へ、昇格すると同月だけでキャリアハイの当番数をマーク。シーズン初当番であった4月6日の対、 広島東洋カープ戦から同月19日の対、読売ジャイアンツ戦まで9試合連続無失点を記録した。その間、17日の対ヤクルト戦でプロ初ホールドを記録。その後も当番を重ね、5月15日の対巨人戦でプロ初勝利を挙げた。シーズンを通して一軍に定着、最終的に自己最多を大きく更新する十七試合に当番し、二勝二敗。 7ホールド、防御率3.00という成績で、チームの2年ぶり、クライマックスシリーズ進出へ大きく貢献した。CS でも横浜 DNA ベイスターズとの、ファーストステージ、巨人とのファイナルステージで2試合ずつ、9円登板しずれも無失点に抑えた。サイドスローに近い低めの変速スリークォーターから、繰り出す、最速時速154キロメートルのストレートを軸に、 変化球は、カーブ、スライダー、チェンジアップ、フォークなどを操る。ゴロアウトが多いグラウンドボールピッチャーである。リリーフ投手として、投げっぷりの良さや、どのような局面にも対応できることが評価されている。阪神の一軍救援陣に定着した2019年のシーズン中には、相手の打者をゴロで打たせて取る投球術に対し、野球日本代表監督の稲葉敦式から、 これから見ていきたい投手の一人に挙げられた。中学生時代まで保守だったジップの影響で、自身も幼少期からの阪神ファン。小学生時代には、親子で阪神戦のテレビ中継を見ながら、当時阪神の正保守だった矢野の配球について語り合うことが、プロ野球シーズン中の日課になっていたという。本田鈴鹿時代には、当時先発陣の一角を担っていた。 浜谷が東北楽天ゴールデンイーグルスへ入団したことから浜谷のように高卒3年でのプロ入りを目指していた。しかし2年目まで故障や体調不良に見舞われ続けこのままではプロに行けないと1年発起。2年目のシーズン終了後に体力強化を徹底し3年目に先発、救援の双方で活躍したことによってプロ入りへの道を開いた。 プロ入り3年目の2017年頃までは、スリークォーターと自称するオーバースローに近いフォームで投げていたが、その間、当時1軍のバッテリーコーチだった矢野から、動体解析の専門家を紹介されるなど、再三にわたって、サイドスローへの転向を提案されていた。森谷自身は2017年シーズンまで転向を誇示していたが、1軍への定着に至らなかったことに加え、 動体解析によって、投球時に下半身が横方向へ回転しているので、上半身の動きとの間にズレが生じていることが判明したことから、シーズン終了後に急遽参加したウィンターリーグから本格的に腕を下げることを決断。しかし、本格的なフォームの変更による肘などへの負担から、現在は腕のポジションについては意識していないという。 サイドスローである元巨人の右投手、田原誠次と共通の知人がいる縁で、2017年以降のオフシーズンには、田原を筆頭にサイドスロー投手が多数集まる、チームサイドスローの合同自主トレーニングへ参加している。本田鈴鹿時代の2014年に結婚。阪神へ入団した時点では、同期の新人選手で唯一の最大者であった。阪神では原則として、 既婚の新人選手にトラフーソーへの入寮を認めていないが、当面は野球に専念してほしいという妻の願いで、入団1年目にはトラフーソーで単身生活を送っていた。ありがとうございます。